立軸カプラン水車発電機カプラン水車は、プロペラ状の羽車を持つ、プロペラ水車のうち、羽の角度を調整できるものを言う。1913年、オーストリアの大学教授、ビクトルカプランによって発明された。カプラン水車は、発電用水車の進化から見れば、フランシス水車を、低落差に対応できるようにした方であると言える。フランシス水車では、不可能であった。 有効落差の低い発電所においても効率的な発電を可能とした。現在、世界中の至るところの低落差、大流量の水力発電所で広く用いられている。1912年、ビクトル・カプランは羽の角度を調整できるプロペラ水車に関する特許を取得した。しかし、商業的成功を収めるだけの設備が開発されるまでにはもう10年間を要した。 彼は1922年、健康上の理由により研究活動を終えるまで、水車に発生するキャビテーション問題と戦い続けた。1919年、彼は、チェコのポジェブラディ市において実演用にとカップラン水車を設置。1922年、ドイツのホイト社が1100エバリのカップラン水車を採用し設置。1925年、 スウェーデンのリッラエーデッド市で8 0 0 0ットの水車の運用を開始。これにより商業的成功を収めたカプラン水車は広く採用されることになった。カプラン水車は内側に向かって流れる水を作用させる反動水車である。すなわち流水の運動エネルギーが水車を回転させる圧力エネルギーへと変化する。カプラン水車は放射状。 軸上それぞれの特徴を兼ね備えた設計をしている。水車入り口周囲に巻きついている渦巻き状の水管がケーシングである。ケーシングからランナーの接線方向より流入し渦を作った水はプロペラ状のランナーを回転させる要因となる。水車出口は水を減速させ運動エネルギーを回復させることを特に考慮して形成された水出し管が接続されている。 水出し管が水で満たされている限り、水車は水流の最低点にある必要はない。ただし、水車の位置が高いほど、水出し管から羽にかかる吸引力は増す。その結果として低下する圧力により、キャビテーション発生の恐れがある。ガイドベインと水車羽の形状を変化させられるため、効率的な運転が可能となる。カプラン水車の効率は、 おおむね90%以上であるが、特に低水筒用のものではこの値を下回る。現在、数値流体力学などを駆使した研究によって、運転効率の改善、並びに水車を通過する魚など水生生物の生存率を上げる試みがなされている。水車の羽はこういうベアリングで回転させられるので、カプラン水車の設計においてはいかに油を風刺し、 水路への放出を防ぐかが鍵となる。油が河川に流出すると資源の浪費なだけでなく環境的な問題が発生する。カプラン水車は世界中至るところの水力発電所で広く採用されている。カプラン水車は有効落差が小さく特に使用水量の大きな発電所に適している。わずか60センチメートルの落差でも利用できる。 小型化された廉価な製品が製造されている。大型のカプラン水車は可能な限り高い効率点で運用するため、各々の水力発電所ごとに設計される。これらは設計、製造、導入のためのコストが高いものであるが、設置後数十年間にわたって運転することができる。カプラン水車は、ある程度の有効落差を超えた高さに適用しようとすると、 羽の角度を調整するための気候を収めたランナーの先端部分が大型化せざるを得なくなる。結果として、水の抵抗を強く受けるようになりエネルギーの損失につながるため、代わりに可動バネ車流水車が導入される場合がある。プロペラ水車のうち、カプラン水車は最も広く採用されているものである。カプラン水車にはいくつかの種類がある。ありがとうございます。